皆さん、こんにちは。遠藤です。今日のポイントは、25日線回復もです。ということで、6月22日火曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価、終値は28,884円13銭。昨日比、プラス873円20銭。大幅反発で終えました。今日のポイントであります。25日線回復もについて、5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。まずは5分足チャート、こちらになります。昨夜のニューヨーク市場は上昇、ダウは6日ぶりに反発、プラス 1.8% と大幅な反発、終日強い展開となりました。ナスダックに関しましても反発、プラス 0.8%、S&P500 は5営業日ぶりの反発、こちらはプラス 1.4% と大幅な反発で着地しました。結局ですね、ネガティブ材料による下げも下支えが強かったということが言えます。その流れを受けまして、日経先物大幅に反発してスタート。日経平均も同様ですね、こちらプラス502円14銭となります。28,513円07銭と500円超の上げでスタートしました。その後、利食いが入る場面もありますが、高安切り上げる展開が継続。全日経はプラス811円35銭となります。28,822円28銭で終えました。で、5番ですね、5番寄りから一段高となりまして、スタートした後は揉み合いながら推移しました。安値も切り下げ、高値は切り上げということで、完全に揉み合いということですね。5番、非常に小さなレンジの中を推移したということになります。揉み合いが推移した結果、プラス873円の28,884円で着地いたしました。分足をこのように数日間のスパンに切り替えますと、このように高値が切り下がり、いずれにしても上値は使えているということが伺えます。ただ昨日のですね、マイナス953円、この下げですね、一体何だったんだと憤りの声も聞こえてきそうですが、もう証券会社のですね、意味不明な後付けの理由を持ち出されても何の意味もなく、彼の自己防衛の弁明を述べられても、ただかわいそうにと感じてしまうような内容となっておりましたね。次に日足チャート見ていきましょう。こちらです。現在、ローソク足は緩やかな下向き75日線の下に、緩やかな上向き25日線の上に位置、マックディはデッとクロス中。そして一目均衡表はこちらです。青雲を上に抜けることができていない状態となっております。チャートはですね、2月から高値が切り下がっている状況となります。ここ数日極端に激しくですね、上下に揺れておりますけれども、日足のトレンドは現在下降をトレンド中と言えます。本日再びこのように25日線を上抜けしました。これによって上値抵抗ラインである25日線が一つ解消されたということになりますが、雲の上限、今言いました雲の上限であったり、そしてその上に75日線がありますので、これらに上値を抑えられているため、明日以降も強気ムードとは決して言えない状況となります。次に週足チャート見ていきましょう。こちらです。現在、上向き39週線の上に、上向き26週線の下にローソク足が位置しております。一目均衡表は三役後転が崩れ、逆転中となっております。さらにマックディはデッドクロス中となります。トレンドは現在上昇でも下降でもない揉み合いのチャートと言えます。週足チャートだけで見てもこのようにですね、買うのは危険と言えます。次に月足チャート見ていきましょう。上向き24ヶ月線の上にローソク足が位置、一目均衡表は三役好転中、マックリーはゴールデンクロス中、トレンドは上昇、方向は上目線継続、つまり買いということに言えます。以上から日足チャートに戻しまして、明日以降の日経平均の上下のめどとしましては、上値めどは引き続き変わりません。6月15日につけた高値29,480円85銭まで、下のめどは5月13日の安値27,385円03銭までと見ております。テクニカル的に見てですね、日足様子見、週足様子見、月足だけ買いとなり、すべて同じ方向を向いておりませんので、戦略としては引き続き2つ、スイングにおいては様子見第一としながら、個別の状況を見ての短期スイング、そして2つ目、デイに特化したトレードをお勧めいたします。さて、デイトレードにおきまして、今日は皆さんいかがでしたでしょうか。
今日のデイトレ生放送をご視聴いただきました皆様、お疲れ様でした。本日用の注目銘柄、四季のハイテックですとか、船株が盛り上がりましたね。会員様をはじめ、利益確定された方々、おめでとうございました。明日23日用の注目銘柄は現在11銘柄ほど見ております。夜間 PTS の動きで注目銘柄を入れ替えることもありますが、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目。7370エンジン、前場5番ですね、やられた方もいらっしゃると思いますけれども、予約ということになります。7370のエンジン。宮城町の成り買い注文分172万株を残した状態となっております。2つ目、9115、明治海運、こちらも船株の一角となります。東証一部、517円プラス80円のストップ高で終えております。商いは通常少ないので、このように出来高伴いながらストップ高急増となっております。144万株、ところどころ100株、200株とか入っております。早めの逃げを軸に見ておくといいでしょう。3つ目、7187、Jリースです。また久々にこちら出しました。今日はプラス 11.31%、出来高90万株となっております。直近の高値をブレイクしております。1400円どころまであと少しとなってきております。そして4つ目、9101、日本郵船になります。こちらは日経平均採用銘柄となります。6月17日につけた高値、5710円、こちらまでですね、あとわずかとなっております。これを捉えることができるかどうか、そして捉えた後どのように動くのかですね、こちらも見ていきましょう。5つ目、9104、商船三井、こちらも日経平均採用銘柄となります。郵船より早く直近高値をブレイクしております。今日はプラス 10.18%、 出来高は463万株となっております。すべての板ですね、板しっかり見ていただきます。5桁、もう板10本見ると売り注文5桁、買い注文5桁、5300円台でかなりの注文となっております。まだまだ上の余地があるということで、もう一段上があるかどうか注目をして明日見ていきましょう。6銘柄目です。9107、川崎汽船、こちらも日経平均採用銘柄、商船三井同様直近高値をブレイクしております。プラス 10.15% のプラス、出来高は370万株とこちらもしっかりと入っております。船株ですね、明日監視3つ、プラス1ということで、明治会も合わせて見ていきましょう。7銘柄目です。4523、エーザイ、こちらも日経平均採用銘柄、ヒゲを消化、2営業日前のヒゲを今日消化したということです。陽線で終えております。プラス 4.60%、 477万株とこちらも出来高入ってきております。もう一段上があるかどうかですね、こちら注目して見ていきましょう。5381、マイポックス、こちら今日出していた銘柄となります。ジャスタックの銘柄、出来高は172万株、ところどころ板薄い場面があります。それを消化しながら大きくまたさらに上昇していけるかどうか、こちらも注目をして見ていきましょう。そして9銘柄目です。3923、ラクス。今日は2518円、プラス 4.00%、出来高は147万株と、こちらもしっかりと入っております。コンスタントに入っている状態ですね。あと、この後、出来高ともらいながら、さらに一段高となるかどうかですね。こちらも見ていきましょう。そして、10銘柄目です。4193、ファブリカコミュニケーションズ。こちらも久々に出しております。プラス 7.66%、上場来の高値ですね。さらに更新をしたということで、今日の高値9170円。終わり値は8990円となっております。もう一段上があるかどうか。今日の高値ですね、抜けてからということで見ていきましょう。そして最後、4489、ペイロールになります。今日、新規上場した銘柄4つのうちの1つとなっております。他の銘柄と比べ、こちらはですね、ストップ高、明日つけたとしても、今日の高値を抜けてから狙える銘柄となっておりますので、こちら入れております。今日の出来高530万株。ところどころ板薄い場面もあります。このように大きな陰線を出しておりますけれども、明日、この今日の高値ですね、さえ抜けることがあれば、今日見たエンジンのような動きとなることも考えられます。ということで、11銘柄ほど見ております。これらの注目銘柄と合わせて皆さんご自身でチェックしている監視銘柄含めてですね、チャートと板見て判断しながら明日のトレード頑張っていきましょう。また株式投資塾であります価値株について現在塾生を募集しております。副業でお小遣い稼ぎをしたいという方も、専業トレーダーを目指したいという方も、仲間と一緒に技術を学んで共に頑張っていきましょう。現在迷っているという方で、詳しく話を聞いてみたいという方は事務局方にお問い合わせください。皆さんのご入塾お待ちしております。詳細はこちらのページ、 YouTube の概要欄にリンク先を貼っておりますので、そちらからお申し込みください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、今日少しでも参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。失礼いたします。